東か大阪株式会社が入居する、東武市場東か大阪株式会社は、大阪市東住吉区に本社を置く、野菜、果実の卸売業を行う企業である。茂田馬太郎により、1964年10月28日、開設直前の大阪市中央卸売、市場東武市場内に、東か株式会社として設立され、 1964年11月25日の大阪市中央卸売市場東部市場開業に合わせ営業を開始した。社団法人全国中央市場成果、卸売協会理事や大阪市中央、卸売市場本場、東部市場運営協議会委員を歴任する等、大阪市中央卸売市場東部市場の中心的企業として発展し、 1984年11月に、社名を、東か大阪株式会社に変更した。農業新聞による、成果、卸取扱い高調査結果によると、全国主要91社の中で14位である。AB 東か大阪株式会社第55期決算広告、株式会社農業新聞社。成果、卸取扱い高調査結果。 2009年12月29日閲覧。有限会社アーキテック。東か大阪青山高原研修所。2009年12月29日閲覧。企業3ベンチャー面。一品一へ伝統的な地方野菜のインターネット通販事業を開始。日本経済新聞長官。2003年6月18日。日本農業新聞。マルシェが。 オープン新鮮野菜求めにぎわう、大阪市、近畿。2009年12月29日閲覧。新名、聖火流通に、参入東か大阪を買収。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスラソ 13389,440v20c17a2tjc000。 2018年1月3日、閲覧。大阪商工会議所。大阪商工会議所常議員。院。2009年12月29日閲覧。ありがとうございます。